カーズラジオ夏子のせ。のせのせはカーズです。どうも桑谷夏子です。はい、今週もスタートいたしました、はい、カーズラジオ。あ、触れてない何もう触れない方向で行くや私は。そろそろなんかデレモード入ってくれませんかね。いや入らない、入らない。この番組当初からずっと桑谷さん、うん、ツンモードのままでしてですね。いや私絶対入らない。一生かけても入らない。一生出るにはならないって感じ、うん、ならない。はい、あのだいぶあでこの番組の趣旨をまず紹介しないといけませんね。はい、はいはい、すいません。この番組はネット界隈で話題になっているニュースをはじめ、はい、最近のアニメ、ゲーム、漫画情報、ニュースサイト管理人カーズ目線でお伝えしていく番組です、はいはい、そういうことなんですけども、はい、ゴールデンウィークになりますとあの、はい、物流が止まるんですよね。なんかそうらしいですね。そうするとやっぱり情報というかネタ的にはだいぶニュースサイト的には辛いものがありましてですね、なかなか出てこない感じです。みんなだって遊んでるもんね。外行ってますよね、やっぱりね。遊んでるからなんだろう、制作の人とかも休んでる人はいるだろうし、そうですね、そうするとね動かないからことが。なのになんで僕たちはって。そうですね、なんかほらゴールデンウィーク中何してましたかってここにもありますけど、うん、ありますね、仕事休み仕事休みみたいな。普段と変わらないんじゃないですか。変わんない、いや変わんないですよ、本当に変わんない。そう、声明も一緒でして、やっぱりあのお得意さんののれんがですね空いてるとですね、やっぱラーメン屋さんがやるからにはあのやっぱ下請けの製麺としても休めないんで、そうですよね、うん、定休日以外は休まず働いてますけどね、うん、だからあでも製麺業ってだからそういう意味では業界に近いですよね。そんな休みはあんまり関係ないですね。飲食店はだって基本的にそうですよね、基本的にそうですね、客商売はそうかもしれないですね。そうですね、はい、そんな感じでして、はい、それではカーズラジオ夏子のせスタート。カーズラジオ夏子のせ。改めましてのせのせはカーズです。はい、桑谷夏子です。さてここからは番組のメインコーナーです。桑谷さんよろしくお願いします。はいはい、カーズアイ。このコーナーでは最近僕が気になったニュースを中心にその経緯や今後の動向について話していきたいと思います。それではトピック紹介をお願いします。秋葉オタク祭り開催。5月4日に秋葉原 UDX イベントスペースにて秋葉オタク祭りが開催されました。その昔コミックマーケットは3回あったの歌い文句が踊ったこのイベント、その名の通りオタクたちを満足させる内容だったのか。今回はカーズさんが実際に取材に行ってきた感想を中心にお届けします。エヴァンゲリオン新劇場版ジョ DVD がオリコン1位を獲得。4月25日に発売された特装版 DVD エヴァンゲリオン新劇場版ジョ、なんと21万9千枚を売り上げ、5月5日付のオリコン週間 DVD ランキングで1位を獲得しました。さらに特典の劇場用フィルムにはオークションで20万円以上の値がつくなど大きな話題になっています。この図鑑が面白い。世の中に図鑑は数多く存在しますが、個人でやっているネット独自の図鑑は時に至って真面目で不真面目なものが存在します。今回はそんなネット上の図鑑の中でスタッフとカーズさんが思わず吹き出した図鑑をピックアップ。笑えるって幸せですね。ということで今回はこの3つについて紹介したいと思います。はいはい、まず一つ目の秋葉オタク祭りなんですけども、はい、まずタイトルからしてですね、オタク祭り堂々と言っちゃっていいのかなってのがありまして、まあ秋葉原だからね。あ、秋葉原特別ですかね。もう特別だよ。あの僕が昔オタクって言われた時は、うん、だいぶネガティブなイメージが、今もそうなんですけど。今もそうだよ。そうなんですよね。でもなんか今開き直って自分オタクですって言えるんですけども、うんうん、やっぱりシャイだった10代の頃はですね、どうしてもなんか抵抗があって、うん、うん、オタクって言葉にあったりしたんですけど、外国人の方はだってステータス、そうですね、なんか尊称というか尊敬する言葉として使われるので ね、まあ日本、幅広いからね、そうですよね、日本での意味はね。意味はね、うん、
そんなこともありましたけど、はい、そんなオタク祭りなんですけども、うん、行ってきましたよ、はいはい、まずですね、あの、うん、ゴールデンウィーク中の秋葉原非常に人多かったんですよ。だろうね、ね、本当に、うん、僕は見てないんですけども、友達がですね、うん、外国の方でですね、あの、うん、ドラゴンボールのコスプレをしてですね、うん、カメラですね、フォトプリーズと言ったらですね、カメハメハの格好してくれたりとかですね、うん、非常にファンキーな街になってましたね。でそんな感じのですね、はいはい、でそこの一角ですね、UDX という建物がありまして、はい、そちらの方であの秋葉オタク祭りというのがありまして、うん、これはですねイベントスペースと物販スペースが半々になってまして、うん、その物販の方にはですね、あのいわゆるメロンブックさんとか、あの虎の穴さんなどの割とこのオタ的なと言いますかですね、そうですね、あの 有名なお店がですね、うん、出店してまして、いろんな催し物って言いますか、面白かったのがメロンブックさんがですね、あの、はい、射的がありまして、はい、あの縁日のまさに射的、はいはいはい、ああいう感じでですね非常に盛り上がっていたと、うん、やってなんかもらえんの、あ、いろいろ景品がありまして、あ、そうなんだ、お菓子の箱がいろいろ置いてありまして、それを倒すと、クリアファイルですとか、あ、もらえるんだ、うん、いろいろありまして、あとあれですね、なんかあの建物の一角に、うん、あのテーブルとかがありまして、うん、カードゲームを遊ぶスペースがあって、うん、ブシロードさんがあの主催されてたところで、はい、そういう感じで興じるカードゲームに興じる若者たちも非常に多くですね、あ、多かったんだ、多かったですね。あとはステージはですね、あの落合ゆるかさんがですね、あのラジオやられたり、あと桃井さんがライブを やったりですね、うん、非常に盛り上がった感じ。お、はるこちゃんライブやったんだ。そうです、へえ、すごいね。ほとんど MC なしでずっと30分ぐらい歌いっぱなしでですね、はるこちゃん、はい、へえ、あのコミックマーケットって、はい、そもそも本当に3回あったんですか？ありましたね。あったんだ。僕も本当に最初の頃なんですけども、うん、あの僕20年前からコミック行ってるんですけども、はいはい、全然自慢ならないです。20年前からはい、あの年季入っちゃったんですよね。え、てかその前から、そんな前からコミケがあったのも私知らなかったんだけど、うん、今初耳。そのさらにずっと前にもあるんですよ実は。そうなんだ、私だってここ数年だと思ってたよコミケって。マジですか？注目され始めたのはここ10年ぐらいでしょ。確かに、あのニュースとかでやったりとか、うんね、あとあれですね、企業ブースが進出、うん、企業ブースが出展してくるというのも本当に最近なんで、ここ数年でしょ、あの2000年以降なので。だよね、多分その前からあったんですよずっと。はい、場所をいろいろ転々としながらですね。そうなんだ。東京流通センターとかですね、いろいろと幕張メッセでやったこともあったりしたんですけども。その頃は3回だったの？ですね、僕がその通い始めた一番最初の春見時代が、うん、春コミがありましたね。あ、じゃあでも結構20年前ってことはもう結構3回あったっていうのは本当に古い話なんだね。そうですね、僕よりも1世代上の方の、おたか、経験したことだと思いますね。まあでもだからこそ年末と、うん、あとその夏、うん、あんだけ人が来るんだよ ね、年に2回しかなくなっちゃったっていうのもあるから。確かに、うん、そんな感じで2つ目がですね、はいはい、エヴァンゲリオン新劇場版ジョ、はい、エヴァンゲリオンの DVD が非常に売れてると、はい、あの今アニメの DVD は1万部売れればまあ大ヒットと言われる中で、ね、1週間で21万、はい、9千本ですから、ほぼ22万、うん、まあエヴァ人気は13年かもう経ちますけども。あとその当時、うん、このエヴァにハマってた人っていうのは、うん、まあ、いわゆるオタクって言われてる人以外にうんねね、の人も手を出したというか、うん、パチンコもあると思うんですよ。あ、それはわかる、ね、うちの親が言ってた。あ、うちの親パチンコするんですけど、うん、あのねエヴァンゲリオンね、うん、パチンコ相性が合わないって言ってやったんだって思って一応試したんですね。そう、試したんだって、お母様、はい、うん、でも知名度という意味では非常にこのねエヴァンゲリオンを初めてパチンコで知ってそこからハマる人もやっぱり増えたんで。なるほどね、そっから入る人もいるんだね。あると思いますよ。あとその10年以上前でしたっけ、うん、この作品、はい、この時にまだその全然エヴァンゲリオンを見てなかった若い世代の人が大きくなって、うん、はいはい、例えばオタクの要素を兼ね備えて兼ね備えてれば気になる作品ですよね。確かにね、だからこの機会だから見てみようってのありますよ ね、うん、ね、昔の作品を見るきっかけというの一つで、うんうん、この銀劇場版があったと思うんですけども、はいはい、これオークションでですね綾波レイのです、ね、フィルムが20万円なんですよね。らしいですね。20万円やったらどうします桑谷さん。え、私海外旅行行く。あ、海外旅行使える。でもこういうの考えませんね、このお金で何使おうかなっていうのはありますよね、やっぱりこういうお金なんか。20万円をフィルムには使わない。フィルム、そうですね、うん、やっぱり旅行とか。旅行になっちゃいますか、小谷さんは。うん、私だと海外旅行行っちゃいますね。あとビトンのバッグを買うとか。でもね、生々しいだなんか、ね、女の子。それを言うと、うん、多分あの価値は同じなんだと思う。ビトンのバッグに、はい、バッグに20万もかけるんだったらっていうことでしょ。多分そういうことだよね、はい、価値観の問題だよね本当に。そうですね、うん、その辺は使いどころいろいろありますけどね、うんうん、まあ、それほどやっぱりフィーバーしてるエヴァ人気まだまだって感じなんで、はいはい、次回もあの歯の方が今度ですね上映されると思うんですけども、今年、ね、多分5月21日に通常版がね発売されるってことですから、まだまだ、はい、そうですね、見てくださいね、はい、
そんな感じで3つ目、はい、この図鑑が面白いということなんですけども、はいはい、まあいろいろですねネット巡回をしていましてですね、はい、この番組の打ち合わせ会議でですね、はい、3人、スタッフ3人大爆笑したものがありまして、はい、桑田さんにも見ていただこうかなと思います。はい、私まだ見てないんでこれからじゃあリアルで見ます。はい、はい、ですね、うん、ちなみにこちらの今紹介しているのはですね、うん、先駆けポケモン図鑑というサイトです。はいはい、はい、ポケモンのナンバーワンってことですか。そうですね、キャラクターを、これ読んじゃっていいの名前。あ、はい、不思議だねっていうのかな。はい何これあ、これは何、はい、一般の人が考えたの。考えたんではなく、まあ、そのいわゆる普通あのゲームの不思議だねってキャラクターいますよね、うん、はいはい、それを元にして絵を描かれてる方なんですね。まあ、リアルだったらこうなんじゃないかということで。あ、なるほどね。もしいたらもっとデフォルメされててだって可愛いもんね。そうですよね、不思議だねってね、それがですねこのなんかいそうじゃないですか。 なるほどね。あ、アマゾンの口にそうっていうかいたらでも気持ち悪いしとてもじゃないけど可愛くはないよね。でもこれをですねこれで戦い合うわけですね。あ、いやだサトシたちはみたいな感じ。あ、そっか。そうですね、他のいくつかあるんで、まあた、はい、いくつかクリックしていただいてですね。じゃあこれ順番に頭からクリックしていけばいいかな、うん、なんか人影とかですね、非常に面白かったんでですね。人影何番。あ、一番上の方ですね。4番。じゃあちょっとこれやってみます。よいしょまあリアルだよね、トカゲの尻尾にあるあるって感じあるあるあるあ、なるほどね。そう、まあ、リアル化したらこういう感じじゃないかというですね、非常に面白いサイトがありますんで、うん、はい、これ自分で書いてなんか起こしてるってことだよね。そうですね、楽しい。あと普通にこの口と絵うまいなと思ってそうだね、てか普通にうまいよね。普通にすごい写実的な上手な方で、てかね、ぜひピカチュウを埋めてほしいそうですねピカチュウをリアルに描くとどうなるのか見たいね。そうですね、そしたらまたこの番組で紹介しますよ。本当だよ、紹介してよ本当ぜひぜひはい、ご本人からのメールもお待ちしてます、うん、はいはい、なんじゃそりゃはい、そんな感じでですね、以上カーズアイをお届けいたしました。カーズラジオ夏子のせ。それでは今回のゲストをお呼びしたいと思います。モザイクウェブのお二人です。モザイクウェブみこです。モザイクウェブ茅森進です。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。いらっしゃいませ。お邪魔します。カーズさんのテンションが朝から高くてね、はい、待ちに待ったゲストですよ。スタジオ入りしてですね、速攻ですね、すいません、アルバムにサインお願いします。名前もお願いします。もうね、そういうことはしちゃダメですよ。ダメですよね、しかもカーズサインまで書かせてねはい、はい、ですね、番組を聞いてくれているリスナーさんはご存知だとは思いますが、改めてモザイクウェブさんを紹介しますと、アニメ守ってロリポップのエンディングキュンキュンパニック、アニメスモモモモモモオープニング最強丸抜計画、アニメポテマヨオープニング片道キャッチボールなどのタイアップ曲をはじめ、電波ソングと呼ばれるやみつきになる音楽を世に送り出していると。はい、そういうモザイクウェブさんなんですけども、はい、僕はもう昔からですね非常にファンでして、うんうんうん、今回お呼びすることができてですね、うん、もう本当涙目と言いますか超嬉しいですね、はい、インディーズ時代からのファンなんです。そうなんですよ、ありがとうございます、はい、あの迷惑だったら迷惑だって言っちゃってこれね、台本にもすごいトゲが書いてあるんですけども、だってカズさんが知り合いだと主張していますが、どんな根拠があって知り合いと言い張っているんですか言い張っているんうん、まあ若干その気はある、うん、あるんだが、でもですね、はい、実は前回ですね、あ、前、この前ですね、取材でお会いした時にですね、うん、ね、素晴らしい情報を聞きまして、はい、みーこさんは実は昔からカーズ SP を見ていた。はい、そうなんです。ありがとうございます。私フラッシュとかのムービー好き で、はい、で結構自分でもいろいろな人の見てたんですけど、うん、カーズさんがすごいフラッシュをいろいろ紹介してたんですよ。それでなんかこうガーって思って、あ、面白い面白いって言って、この人の選ぶのをちょっとちょいちょいちょいって見てたんですよ。そしたらある時ですね、自分が作ったフラッシュが紹介されててびっくりですか。びっくり、二度びっくりなんですよ。ちょっと待ってみたいな見たことあるよこのフラッシュ、私オチ知ってるよみたいなそうそんな感じだったんですよ。かやもりさんはですね、あとですね、入ってきた早々なんか持ってるんですよね、何ですかこれ。今回ですね、モザイクウェブニコニコアニメチャンネル初登場ということで、はい、ぜひぜひリスナーの皆さんに紹介したいなと思うものがありまして、はい、こちらみんな大好き月刊ニコニココミック、はい、何ですかこれ
かなり相当古い感じするんですけども、ここに1986年って書いてあるんですがこの当時に創刊されて1年持つか持たないかぐらいでなくなってしまったちょっと幻の児童雑誌なんですけど、これニコニコ名前つながりってことですね。名前つながり出落ちじゃないですかそれ紹介したら、はい、こういう昔の雑誌とか集めるの好きなんですよ。あ、そうなんですか、はい、バリバリのオタクじゃないですかそれていうかさ、かえもりさん本当に佐々木希さんに声似てるね改めてプロの声優が言ってるんだからっていうのは、いやなんかね、うん、声優さんとちょっと声がね、高いから、うん、声優さんにやってみたらどうですか、絶対声優できないなって思うことが一つあるんですよ、はい、マミムメモが言えないんです滑舌マ行ね、マ行、あ大丈夫大丈夫、声優さんでも作業とかラジオとかハリオとか言わせていっぱいいるから、私も人のこと言えないし、私も弱いやっぱり行あるんですよ、得意弱 い、 あ、 れ、ね、いある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 から、そんなの大丈夫大丈夫声優で見るものじゃ近いかもしれません、ね、なんかねヒーロー声なんですよね、ちょっと、あ主人公声ってことですか、ちょっとレイガンとか言ってみてよ、ちょっと待ってレイガーン、あ、似てる似てる、ちょっと覚えて、浦西雄介あたりちょっと覚えてないですよ似てる似てる、すごいね、やっぱねきっつい無茶ぶりがありましたけども、はい、そんな感じですね、はいはい、そんなモザイクウェブさんの最新シングル、はい、調査権募宣言が、今回ですね絶賛発売中、うん、ということなんですが、まずこの話にお伺いしたいんですけども、狂乱家族日記のオープニングということなんですけども、はい、非常にですね、僕はアニメを第1話を見てですね、はい、オープニングいきなりかっ飛ばしてんなと、かっ飛ばしてモザイクウェブさんしかも割とですねこのインディーズらしさって言いますかですね、インディーズはちゃめちゃ感が残るようなですね、このわちゃわちゃ感って言いますかですね、わちゃわちゃ感がこのあたりがですね非常に盛り上がってですね、今でも本当にヘビーローテーションなんですけども、 ありがとうございます、はい、結構キュンキュンパニックとかポテマヨとかはちょっとおとなしい系で、スモモはちょっとかっこいい系のあったんで、うん、結構こうガーンって普通に激しいのはそうですね、珍しいかもしれない、メジャーでねこういうわちゃわちゃは本当に珍しいなというか、そうですね、うん、ここまで飛ばして、うん、こちらですね、まずどういった感じでお作りになられたんですかこの曲って。そうですね、まず2人とも原作を読んでですね、小説の方を読んで、はい、それで曲が先だったのかな、曲が先だったんですよ今回、でそれにいろいろなんかのっけ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 、最後にセリフのっけましたね、思いっきりすごいわねあれはね、なんかそれで、うん、まあちょっとまあ上の方からも、うん、もうちょっとここが寂しいのでもうちょっとなんとかしてくれたまーいとか言われて、じゃあ入れてみたよ、したらそれでオッケーみたいなこんなに入れちゃっていいのみたいなのがありましたけど、隙間があったらセリフ埋めとけみたいな、そんな邪魔だったら隙間競争なんじゃないですか、そう邪魔だったら削りますって言ったのに、うん、何も言われず、そのままオッケーみたいな感じで何も言われず終わっちゃいました。それがむしろその過程もなんかモザイクウェブザらしいって感じします。そうなんですよね、はい、で5月2日にですね、はい、秋葉原の UDX で開催された狂乱家族日記、緊急家族会議 in 秋葉にゲスト出演されたそうですけども、はい、ファンの前で、この歌を歌われたんですけども、はい、今回2回目なんですよね、お歌を歌われたのね、この曲は、はいはい、どんな感じでした、はい、あ前回が東京国際アニメフェアで、はい、バナナムコさんのブースで歌ったんですけど、その時はもうオープニングがまだ全然出てない段階で、なんかファンの皆さんも聞いたこともないのにいきなりフルバージョンを披露されたみたいな感じでしかもあの曲をですよね、あの曲をで歌う方も辛いよ ね、 ね次サビなんだけど分かるかなみたいな、どう乗っていいか分かんないしみたいな気になるんですよね、そう、それで結構もうみんなキョトーンみたいな感じの流れが分かんないみたいな感じのはひしひしと伝わってたんですけど、はい、この間の5月2日の方はもうフルバージョン発売されてますし、うん、はい、アニメのオープニング もう流れてますので、結構皆さんお次来るぞとかいうのがノリノリでもう分かって、あ、なるほど、とっても楽しかったです、はい、ですね、ちなみにメジャーの第1弾アルバムのアミューズメントパックも、発売中ということで、こちらがですね非常に曲との間に寸劇入ったりしてですね、非常に面白いなっていうかですね、はい、幕愛劇ありますよね、寸劇が気合い入りすぎてですね、これドラマ CD かよっていうツッコミをですね僕はしてしまったんですけども、はい、これどうして入れようと思いました、これはもともとその、アニメの曲がいろいろあるんですけど、 そのアニメの曲は、はい、そのアニメに合わせてこう作ったものなので、うん、こう1枚のアルバムに収めるときに、はい、結構曲調とか雰囲気とかバラバラなんですよね、はい、それをなんとかこうつなぎ止めようってことで、ミーコが間にドラマを入れたりとか、あ、これミーコさんが作りになられた脚本は、あ、最初はですね、なんかまあナレーションでちょっと、まあ、触れるみたいな感じの指定があったんですけど、はい、それだったらもう曲間に曲、うん、よくいろんな曲でですね、カヨピーも、うん、はい、いろいろ喋ってんですよ、セリフを、うん、だったら巻き込んでなんか寸劇にしちゃえみたいな感じでですね、
これでもね普通にですねこのメジャー一応メジャーのアルバムなんですよこれ、はい、何にもかかわらずですねこのイタシャって言葉が普通に入っていたりですねこの番組で話題になってるイタシャって言葉が入っていたりですね、はい、あとですね一つ気になるのがありまして、鬱になるドラマ CD って何ですかっていうのがあって、はい私買いましたこれ具体的に何かあるんですかこれ、お茶会をドン引きさせるという、ですね私がですねコミケの、はい、あの冬コミの時に買いに行って、うん、見事に完売して、うん、その後アマゾンさんで買ったという、うん、ちょっとなんか病んでる CD ドラマ CD がありましてだしな、もしかして病んでる CD ではありましてだしな、はい、あれをちょっとイメージ彷彿させてみました。じゃあこれ実話というかちょっと彷彿させてみました、ね、みたいな。なるほどなるほど。でそんな感じでですねここで一曲、曲をご紹介したいと思います。それではモザイクウェブさんのお二人から曲紹介の方よろしくお願いいたします。はい、テレビアニメ狂乱家族日記オープニングテーマモザイクウェブで調査権母宣言。両裁独裁共裁天才そんな世知がら世の中自分の名は張り主張するどういつも全然一緒はちゃめちゃなごやか作戦でも最後の結果が全て奴らの考えることなどは有限人口もっとおかしくて有限人口を食べられる勝手にやらせておけ新年祭に行ってしまえる顔がしなきゃ人生が豪華絢爛フルコース並み楽しいものこそ足が速いって明日には回せない陽気賢い女とは今の日々を自由気ままに動かしてる姿を印字不安の幸せが ウェブで詳細展望宣言をお届けしました。はい、この曲なんですけども本当にですね僕さっきも言ったんですけどもこのインディーズの昔なんか懐かしいというか昔ながらのあのモザイクウェブさんの魅力が非常に出ているなと思ったんですけども、でですねあの今回はそんなモザイクウェブさんのその結成当時からあのインディーズ時代そして今に至るまでをいろいろお聞きしたいと思います。はい、そんな感じなんですけどまず結成というのはいつ頃なんでしょう。2003年です。今決定しました。どういった出会いがあったんですかお二人には。私が事務所の方で声優をしてまして、はい、それでその事務所の方針でですね、うん、歌を作りたい、うん、楽曲作りたいっていうんで、うん、じゃ あの曲を作れる人がいないかっていうのを聞かれた時にですね、たまたま当時友達だった茅森くんをですね、紹介したんですよ。巻き込んだんですね。で曲を作ってるってのは聞いたんですけど、はい、どんな曲を作ってるっていうのは全く知らなかったんですが、まあ一度会ってみーと来てやってみたい。それ紹介したのがきっかけです。その曲は何なんでしょう。はい、一番最初にそのサンプルで出した曲が、うん、あのマジカルハッカーですか。なるほど。何そんなさハットさんハット一曲のような曲なの。怪しいね。つながったと思って、あれかと思って、はい、スタートはと思って。軽く感動みたいな。第一弾の曲だった、はい、なるほどね、はい、その前お友達だったんですか。はい、普通になんかいろいろネットでメールしたりとか、友達同士で会ったりとかの、うん、でそんな感じなんです。で、あの当時あのモザイクというお名前で、はい、あのウェブはついてなかったと思います。ついてなかったんですよそうなんですか。はい、まあちょっとパソコンゲームのね、あの PC ゲームの主題歌的なノリでいきたいっていうんで、うん、はい、あのじゃあちょっとパソコンゲームの用語をちょっと彷彿させるようにちょっといかがわしさもありつつモザイクってやったんですけど、うん、同盟の企業さんがあったんですね。ちょっとややこしいかなって言って、うん、じゃあなんか変えるかつけるかしよう、うん、じゃあなんかつけようっていうんで、音楽だからウェブファイルのドットウェブっていうのをつけて拡張しっぽくしたら、なるほど、あのなんかモザイクの音でピーヨンみたいでいいんじゃねみたいな、あんまり夢のない話でちょっとそんなのを匂わせつつそんなニュアンスでみたいな感じで、はい、あ、なるほど、あの夢のある方の由来もあるんですけど、ね、そう、もっと綺麗な理由は一応あ後付けの、あ、一応聞きますから、はい、一応聞きましょう、はい、あの皆さん あのパソコンのフォルダの中にちょっとモザイクウェブっていうファイルが一つちょっとね、あの入っていれば嬉しいなっていう、そういう、あ、ね、あのモザイクタイルみたいにいろんな方面、うん、あの方面のモザイクをこうガーッと散りばめたような雰囲気が出ればいいなと。綺麗な理由それさ、今後公式
で言ってもあどうせ嘘でしょってそうなんですよ。もうバレちゃったえピーヨンだろみたいな。バレちゃいますよ、まあ、オープンに行きましょう。こういうのまあね、ほら立て作ろうでもしょうがないしねそうありがたいですそれは。はいですね、結成時のエピソードありますかってことなんですけども、はい、なんかありますか。最初ですね、最初来たそのマジカルハカクルクルリスクなんですけど、はい、人間が歌えねえだろうみたいな状態だったんですよね。そんな曲、うん、はい、そうでしたっけ。今よりさらに3つぐらいキーが高かったんですよ。でなんかあの速さにもついていけないし、うん、でこっちはあのレコーディングも初めてだしみたいな感じで、かなり、いろいろありましたね。でですね、当時あのモザイクウェブさんが憧れた、または目指していた人はいらっしゃいますか。うん、どうですか。うちら2人、うん、音楽の好みも結構バラバラというか、うん、あんまりこう何々が好きでこれいいよねとかいうよりは、うん、これも好きあれも好きどれも好きみたいな感じなので、目指して、まあ、好きなものは共通してましたけど、目指してたとかは、そうですね、あのモザイクウェブが目指してたっていうよりはちょっと僕個人が憧れてた人になっちゃうんですけど、はい、あのやっぱ小学校中学生の小学生中学生の頃に、はい、あのカモン達夫さんに思いっきりハマってたんですよ。あー流行りましたよね。それでやっぱりあのこう笑わせる歌詞っていいなみたいな、面白い歌詞っていいな、なんかただ聞いていい曲なんだけどプラスなんか面白い要素もあったりするとなんかあるといいなって。でその時あのカモン達夫さんと一時期一緒にラジオ番組やってたあのイングリーズっていう方がいまして、その方の曲でライトハンドラバーズって曲があるんですよ。へー。それがあの一見一聴聞くとあの普通のなんか恋愛ソング、なんかお前に会いたくてまた来たんだけどみたいな歌なんですけど、うん、そこにちょこちょこっとビデオショップとかそういう単語が入ってくると全然意味が変わっちゃうって。あーなるほど、ダブルミーニング的な、ミーニング的な、そう、その歌詞がすごいなと思って。一応目指してるというか、そういうのは憧れというか、はい、一応ってことですか。影響受けてるということですか。そうですね。おー、なるほど。そんなモザイクウェブさんなんですけども、僕が知ったのはですね、まあ、PC ゲームでパソコンゲームの方ですね、あとある歌がありましてですね、はい、こちらがですね、はい、ガチャガチャギューッとフィギュアットってやつなんですよ、はい、あれですね今ちょうど流れてますね、はい、これにすごい衝撃を受けまして、そこから僕はファンになったんですけども、このガチャガチャキュートってまた過激な歌を作られましたよねこの時ね。そうですね、もらったゲームの資料が結構過激、うん、だったんです、ね、フィギュアの女の子と同居する男の子の話ですよね、はい、ゲームは、はい、でですね、まあいろいろと、あ、で、あ、この時のエピソードをお願いしたいんですけども、はい、ゲームの資料結構詳しかったんですよね、うん、それであのカヤピーが、うん、あの曲下にセリフがあるんですけど、うん、このセリフを結構意味合いを持たせたいんだけど生々しくしたくないって言うんで、すごいダメ出しが結構収録の時って、あ、なんか収録当日に書いたんでしたっけセリフ。そうなんですよ。すごいですね、思い出してきた。お金を入れて3回回してとかいうのをありました、ね、もう決まってなかったんで、収録のその場でここどうしようみたいな2人で考えて、さっきの調査憲法もそうですけど、そういうの多いっすね、土壇場でセリフを入れる、臨機応変ですでもそれがこうやって成功してるわけで素晴らしいと思うんです。それでいざ撮る時も結構ちょっと生々しいですとか、ダメ出しが飛び、そうですね、歌よりもセリフの方がダメ出し多いですね。あ、普通の逆ちょっとしたニュアンスであの変わっちゃうんで雰囲気が。でまたなんかさっきのような雰囲気って言っても、え、さっきって言っても自然に出てきちゃったから同じようにできなかったんですよ、ね、なるほど。これは本当に1回限りというか、うん、その場のライブのノリですね。そうですね。でですね、モザイクウェブさんといえばこのアニメとかゲームの楽曲以外にですね、京都で行われた渦巻き、戦国祭り、渦政です、渦政です、ごめん、渦政です、これはそのまま流れちゃいました渦政戦国祭り、はい、イメージソングなども手掛けられておりますが、この話をお聞きしたいと思います、はい、ということなんですけども、はい、まずどういった形でオファーがあったんですか、はい、こちらは。ですね、渦政戦国祭りにマスコットキャラクターがいて、はい、それにちょっとサイトとかでご挨拶文章を読ませたいんで、うん、ちょっと声お願いお願いしませんかっていうお願いしませんか何だらめ、お願いします、お願いしませんかそれですそれそれってそう、そういうお話があったんですね、はい、で後々歌を歌わせて CD にしたいっていう話があったんで、うん、あ、じゃあもううちモザイクウェブでやってるんで、うん、モザイクウェブの名前でやりますって言って始まったんです。その流れで曲もじゃあお願いしますということになったんですか、はい、これは。でもこれ京都に萌えキャラっていうのも非常にこのかなりどうだったんでしょうかね、調整といいますか、京都をイメージして曲を作られたんですかこれって。それともキャラクター先行で作
作られたのかな。京都のイベント、うん、あの映画村でもイベントをやるってのまで決定してたので、はい、まあその和風な感じっていうので、うん、曲にもいろいろクエとか、うん、戦国祭りなのでちょっと戦国時代にとか、うん、盛り込みつつ、はい、盛り込みつつで、まあ、その主催のあのオファーがあった主催の方が結構戦国時代詳しいので、ここはこういうあの掛け声がいいですとか言っていただいたり、それをもうにじまげたあのにじまげたり、ね、煮込んだり、あのモサイクウェブさんのアレンジでそれ混ぜてこねて英雄に作って、はい、これができたんですよね。これも非常にですね、はい、ネットでですね視聴できるんですよね、こちら、はい、すごいショートバージョン聞けますので、そろそろモザイクウェブさんのお二人ともお別れの時間になってしまいました。ここでですね、お知らせの方、モザイクウェブさんお二人からよろしくお願いします。はい、5月31日に、モザイクウェブ、ライブを行います。アミューズメントパッケージ、場所がクラブチッタ。こちらの方がウェブ先行販売の方が終了しているんですけれど、5月12日からプレイガイドの先行が始まりますので、よかったらお願いします。カピ買いました。買いましたありますか。なんか言ってくれよ。あれ今のでもう告知は全て終了したのでは、なんかこれからもぜひモザイクウェブよろしくお願いします。まあ、前回 の, そのファーストライブ僕見に行ってですね、はい、MC でガンプラとか普通にこの人歌言ってるんですよ、はい、ガンプラトークとかしてるんで、そうのダブったガンプラお客さんに あげるとか投げ込んだりとかですね、はい、非常に盛り上がったんで、はい、そんな感じで今回もです、ね、MC を含めていろいろ曲の方もね、はい、すごい期待してますんで、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。最後にもう一曲、お届けしたいと思います。お二人の方から曲紹介の方よろしくお願いいたします。はい、アルバムフューチャーフィクション秋葉ポップよりガチャガチャヘルツフィギュアトラジオということで、今回のゲストはモザイクウェブのみーこさんとかやもりさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ラジオ夏子のせ、カーズラジオ夏子のせ、そろそろエンディングの時間になってまいりました。番組ではリスナーさんが寄せてくれるコメントの他に直接メールも募集しております。はい、コーナーは以下の通りです。番組への感想、気になるニュースはふつおた、皆さんが今ハマっている動画はニコニコルーム、番組で扱ってもらいたい商品は新店遊び場、アドレスはすべてアルファベットの小文字で kaarz@nicoani.jp kaarz@nicoani.jp です。はい、そんな感じでですね、はい、第6回もね、そろそろ終わりですけども、はい、今回モザイクウェブさんに来ていただきまして、うん、まあ非常にいろいろお話を聞きましたけども、うん、お二人ともいい方でしたね。ね、面白かったですね。かやもりさんがですね、この収録終わった後にですね、この漫画トークが激しくてですね、結構コアだったね。コアだったですね。昔のね、漫画雑誌のことについて非常にですね盛り上がりまして、ね、非常にお二人ともね、本当マニアックな方ですね。はい、だからこそああいうなんかこう楽しい曲ができるんでしょうね。そうですね。多分僕らみたいなこのオタクに共感できるような曲作りができるというのは、うん、
まあ、目線がなんか同じだからね。そうですね、あのやっぱ仲間という感じしますので、はい、そんな感じでですね、このモザイクウェブさんはですね、あの今月ライブがあります、はい、はい、そんな感じですね、ライブの告知ありましたけども、先ほどですね、詳しくはホームページの方で、モザイクウェブさんのホームページの方でですね、告知してありますんで、はい、ぜひとも皆さん行ってくださいと、はい、あのファーストライブを見に行った僕が言いますけども、これのライブはすっごい盛り上がる、超面白いんで、カズさんも行くんでしょ。遠で行きます。はい、多分僕は取材で行くとしても、一般で行くとしても、普通にサイリウム持ってって超振ります。気持ち悪い。いやもうなんかね、違うの、そうやって盛り上げるのは当たり前なんだけど、カズさんがやってるのがなんかね、カズさんかーっていう、お前がやるかってことですね。そう、そうなの。いやでも、まあ、一生懸命盛り上げてくださいよ。はい、はい、そんな感じで僕も非常に個人的に楽しみにしていますので、はい、ライブの方、はい、ぜひと皆さん一緒に行きましょう。はいはい、はい、そんなモザイクウェブさんから今回はプレゼントをいただきました。サイン色紙をなんと5枚もいただきましたので、欲しい方は番組のメールアドレスにサイン色紙欲しいよと書いてぜひ送ってください。番組の感想も一緒に送っていただけると大変嬉しいです。そんな感じですね。次回のゲストはですね、漫画家の高橋哲也先生を、はい、はい、お招きいたしますと、はい、こちらですね、以前ニュースの方で、ね、ペンギン娘がアニメ化されましたというニュースを、はい、お送りしましたが、こちらの原作者の方です。あ、そうなんだ。そうなんですよ。もうじゃああれだね、はい、パンツさんまたなんかこう、もうウキウキでしょ。ウキウキですね。噂のパンツ。あ、よく覚えてらっしゃいますね。覚えてるよ、だってパンツって思ったもん。あの時の桑田さんの軽蔑する俺の目がですねって感じなんですけども、はい、そんなですね、あのパンツ漫画家のですね、高橋先生を、ね、はい、お呼びしてますんでですね、うん、まあそんなですね、いろいろなですね、まあパンツの話題もありつつですね、はい、同じニコニコアニメチャンネルで、ペンギン娘も実際の放映、ね、配信されてますから、うん、そちらの方の話もいろいろお聞きしたいと思います。はい、はい、そんな感じで、あ、そうですね、それで高橋先生の質問もお寄せいただけたらと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ということで、この時間のお相手はカーズと桑谷夏子でした。また来週。